私はですね、鳥取県生まれです。鳥取県の山間部で育ちました。朝起きたら鶏の卵が庭にコロ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 と落ちている、そういった自然豊かな環境で育ってきました。朝起きて卵を割って、温かいんですよ卵って。まあそりゃそうですよね、生まれたてですから。それを卵かけご飯ガーって混ぜてかき込んで、じゃあ行ってきます。4キロ離れた小学校、8キロ離れた中学校、16キロ離れた高校まで通ってた、そういった感じですね。でそこから高校卒業し、大学行かせてもらい、一回田舎に戻りました。田舎に戻って体育の先生を目指したんですね。そしたらなんと採用試験は他の教科はあるのに、体育の先生だけなることができないんですよ。なぜか、募集人員がゼロだから。少子化ね、これによって生徒がいないのに先生を雇う必要がない。で公務員になるので、退職されない限り次が採用できない、まあ、こういう状況なんですよね。で私はその時から、公務員というかですね、国に尽くしたい、国民の皆さんに奉仕したい、そういった思いで、思っておりました。結局先生には早々に諦めたというかですね、ちょっとこのままだと先生にはなれないなということで、一年放棄してもう一回東京に出てきて、今度は、まあ、ちょっと いろいろあるんですけど、国家公務員独立行政法人を15年間やってきました。でそこで見てきたもの、一部の政治家やキャリア官僚、こういった方々で国の方針がどん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 決まっていくんです。政策いろいろ進んでいきます。そこに国民の皆様の思いがきちんと反映されてるんだろうか、ね、そう思った時に、きちんと自分、僕が思ってる思いは発信していきたいと思うようになりました。で国が進めている施策と自分の思いが違うのであれば、もうそこにいることができなくなっちゃったんですよ。で1年前に国家公務員独立行政法人を退職し、そして民間企業に行きました。今はスポーツのイベント業者に、イベント会社で勤務しております。そして昼間はサラリーマン、朝の8時までが僕の政治活動、そして夜、土日祝日、これが僕の政治活動の時間です。じゃあなぜこの時間を、自分のサラリーマンで帰ってきて疲れてる朝もゆっくりしたい、その一般的にはそういう感覚ですよね。でもその自分の時間を使ってなぜ活動してんだろう、なんでやってんのってよく言われます。僕は国民の皆様の幸せを願い、自分の一番身近な人たちの幸せを願い活動しております。これが継続してできる理由は思いが強いから。僕はですね、投票したい政党がなかったんです。自民党さん、公明党さん、ね、確かに歴史をつないでくれたかもしれない。だけど僕の思いを今、自民党さん、公明党さん、その他多くの既存政党さんに託すことができなかったんです。じゃあ自分の思いを託せるところはどこなんだろうってこうリサーチしたときに、参政党という政党に出会い、参政党を YouTube で見ました。面白い政党ですね、参政党は。自分の意思で立ち上がり、そしてその思いをきちんと正しく発信してるわけです。我々参政党は特定の資金団体や宗教団体がついてないんです。それゆえなかなか認知が進まない。でもこれは仕方ないんです。地道に行きましょう。そして草の根をどんどん広げていきましょう。いつか必ずこの力が爆発する時があるんで、それを我々はきちんとやっていく。そのために今私もここに立っております。自民党さん、公明党さん、歴史を確かにつないできてくれたかもしれない。多くの他のね、既存政党さんも歴史をつないできた。でもその結果、僕が特に問題意識を持っているのは国民の人数の多さ。先進国と言われるこの日本において、令和4年、たった1年間365日の間に2万1881名の方が自らの命です。そして高校生以下に限っては514名、希望を見出すことができず一番悲しい決断をしている、こんな世の中は嫌なんです。僕が目指すのは希望が持てる、明日への希望を見出せる、そういった世の中を作っていきたいんです。そのために政治を変えなければいけない。今の政治が
濁っているのであれば水の入れ替えをしましょう。水の入れ替えは難しいことじゃないです。水を継ぎ足してもきれいにはならないんです。一回バケツに溜まっている水を一回こぼしましょう。そしてきれいな水を入れていきましょう。僕はそのように考えます。それができるのは参政党なんです。繰り返しになります。参政党は特定の資金団体や宗教団体がついていない、スポンサーがない、だから忖度を働かせる必要がないんです。顔色を伺う必要がないんです。間違ってることは間違ってるって言えるんです。正しいことはきちんと正しいと推し進められる政党が参政党です。今国民の皆様、参政党というプラットフォームがあります。事実あるんです。今ここに森さん、杉内さん、石川さん、群馬の皆様のお声をきちんと耳を傾けて聞いてくれるメンバーがいます。そしてその思いをきちんと集約して国の政治、県の政治、市の政治、必ず反映してぶつけていきます。それができるメンバーが今参政党に集ってるんです。なんかありがとうが欲しくて言ってるみたいですけど、違いますからね。本心ですからね。はい、僕はですね、誹謗中傷結構受けるんです。なぜかこんな感じで陽気なテンションでいつも発してるしまうので、お前の言葉には重みがないって言われます。いや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 、重みはきちんとハートの中にしまってるからね。我々参政党は国民の皆さんと政治に参加する党なんです。だから時に面白いことも言っていいじゃないですか。喧嘩してもいいじゃないですか。外国人の方ありがとうございます。ジャパニーズ魂バカ丸出しですね、すみません。でも楽しくいきたいんです。政治は楽しいものなんです。今の政治はどうですか。裏金問題もうがっかりですよね。ひどすぎる。ひどいですよね。そしてあれ、この前 どなたかがおっしゃってましたよ、裏金は文化だって言ってましたよ。おかしいですよね。脈々とつながれてる、そういったものなんです、慣例ですって。いや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 、それを認められるはずがないんですよ。国民の皆さん、県民の皆さん、市民の皆さんがそれを分かりましたかなんて言うはずがないんです。高崎駅ご利用の皆様、声を上げていきましょう。そして群馬の皆様、声を上げていきましょう。国民の皆様、声を上げていきましょう。今参政党というプラットフォームがあります。他のね、政党さんを支持される、それも結構、合わせて参政党も見てください。 YouTube、SNS ガンガン見てください。興味関心を持ちましょう。今問題となっている、問題を持っているのは政府が打ち出す方針、メディアが流す情報、本当に正しいんだろうかって皆さんにキャッチしてもらいたいんです。おかしい。そしていろんな情報を取り入れてください。多角的に自分で判断してください。で、自分で噛み砕いて導き出された答え、それが参政党と同じだった時には、参政党というプラットフォームで一緒に立ち上がり発信していきましょう。仮に参政党と違った場合、それはそれでいいんです。それはそれでいい。ただ必要なのは、その思いを、選挙があった時には自分の思いを有権者の責務として一票をどこかに投じる。無関心じゃダメなんです。今選挙があって 50% 以下の投票率です。数ヶ月前に埼玉県知事の選挙がありました。 25% 以下です。4人に1人が選挙に行くけれども残り3人は行かない。何が意味するもの。今の世の中のみならず、それを組み立てている政治に飽き飽きしてるから選挙に行かなくなってるんです。でもね、諦めたらそこで終わりなんです。僕たち、そして私たちは未来をつないでいくんです。参政党はそれができる政党です。今日見てください、橙色のジャンパー、帽子、マフラーつけてる人、みんなボランティアで活動してくれてます。
誰一人アルバイト代をもらっているような人はいません。他の政党さんどうですか。参政党と同じような動きが取れる政党はいないと思います。それだけ参政党は思いが強いんです。つながっているんです。この思いを横にきちんとつなげていきたい。そしてそのつながった思いが強固になれば、今度は我々は未来につないでいくんです。これができるのは参政党、信じてください。我々参政党はぶれない。今ね、多少雑音が聞こえるかもしれない、でもね、見てください、ぶれてない人間がいるんですよ。そいつらが残っている限り必ず強くなって伸びていくんです。高崎駅ご利用の皆様、参政党です。投票したい政党がないなら、ゼロから自分たちで作っていこう。それが参政党です。そしてゼロから10の工程があるとしたら、参政党はまさにゼロから1の工程を作ってます。ゼロ1が一番大変なんです。でもね、ここさえ基盤をしっかりすれば、あとはびっくりするほど伸びていきますよ。強固な絆、そして強固な政党ができます。信じましょう。信じてください。